よいしょ。いや、めっちゃおしゃれ。何喋りますね。喋りますかね。美味しいところでご飯をリキさんと食べてました。はい。はい。一応なんかあれですね、あの、何してる人なのかみたいなところがあると思います。あ、株式会社チャプター2という会社を経営していて、映像制作もやりつつ、メインはですね、映像クリエイター、鳥越さんみたいになりたい人をが育てる学校をやってます。うん、で、鳥越さんは僕のもともと、そうですね、教え子、そう、教え子って言う、いや、でも教え子そう、あの、そう、ちょっと前に2年ぐらい前に動画出してるんですけど、そのスクール通った方がいいのかみたいな動画を1回出してて、そこであの、僕が通ってましたって言ったスクールの先生、元先生ですね。そうです。で、鳥越さんがまあこんなに立派になって、もう今は一緒に仕事するような感じになってます。いやありがとうございます。いや、全然どうですか、多分結構生徒さん見てるじゃないですか。今までってことで、今までなんか実際多分僕のチャンネル見てる人って、あの、映像やって、まあ、それこそ稼げるとか仕事できるのかなみたいな、多分思って見てる人は多分多いんですよ、多分。なんかどうなんですか、今から始めるとかって、チャンスとかどういう人がうまくいくのかとか。まず仕事の量でいうとめちゃくちゃあります。まず仕事はめちゃくちゃあるけど二極化してますね。それは稼げる人と低単価でずっと停滞する人。なんかでもそれはありますよね。ありがとうございます。すごいカメラですね。すみません。ちょっと撮らせていただいて。そうですね。そう、二極化してて、まあ一本30万、40万、50万、うん、なんなら100万単位とかでやるフリーランスの方、うん、あるいは一本1000円とか3000円とかで、うん、YouTube の編集で、うん、で逆に言うと、もうそういう人たちが増えてきちゃってるから、はいはいはい、業者さんもすごい大変だと思います。あ、うん、確かに、そのなんか今結構ヒントある気がして、その頼む側もこの人どっちなんやろみたいな、なんかあるかもなって思ったり、うんうんうん、でやっぱり稼ぐ人って、まあ、動画まず上手いの大前提、はいはい、動画上手いの大前提、はい、あとやっぱコミュニケーション上手です、うん、人としてみたいな、はい、ぶっちゃけ映像の部分って誰かに頼んでもいいじゃないですか、まあそうですね、でもこの窓口になる人が良くないと振りたいとも思わないし、うん、お客さんは。そうですよね。僕も映像制作会社として仕事取ってきて、じゃあ誰に頼もうかなってなった時は、まあ、もちろん映像上手い人はラインナップに入って、そこから喋りやすい人とかになってきます、はい、そこ結構なんか大事っすよね。なんか一緒に仕事したいと思ってる人かみたいな、そこでもね苦手な人多いんですよ。まあ、ある程度社会人経験積んでくるとそういうのって全然できると思うんですけどね、でもやっぱりまだ苦手な人多いので、苦手だなって自分で思う人は鳥越さんみたいな人とやった方がいいです。チームにチーム作るみたいな、喋れる人を前に出して自分はクリエイティブに特化する、その代わりここめっちゃ上手くないとダメってなるんですよ。確かに。だって鳥越さんもアニメーションの部分は誰かに任せる、任せてますね。でも任してる人って正直そんなになんか、じゃあコミュニケーション、はいはいはい、人前に立ってわーってやるタイプでもないし、はいはいはい、でも頼んでる理由ってうまいからですから、ね、そこになるべきです。なるほどなるほど。なんか単純にこう最近すごい思うのが、やっぱそのオペレーター的になっちゃうと、あ、よっぽどそのいい、そのいい仕事振ってくれる人を見つけない限り結構きついのかなって思ったりとか。なんかそうですね、オペレーターになるとやっぱ時給で換算されるんで、はいはいはい、いやでもそれでもういいっていう人も多いんですよ、まあ、もちろん。例えば主婦さんとか、はい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 、主婦さんとかはこうお仕事のプラットフォームとかに申し込んで、はいはい、時給1500円とか2000円でもう家で仕事できるみたいな環境でもあるので学ぶ、はいはいはい、そうですよね、それでもいいっていう人もいます、はいはい、確かに。なんかどこを目指したいかみたいな、そこを目指したい、トレボイさんみたいになりたいんやったら、ほんまにこうやっぱ作れるだけやったらダメだなと思います、まあ、確かにそうですよ。なんか時給換算して1000円ぐらい乗っても全然いいっていう、で家で仕事できるんだったらみたいな、うんうん、だったら多分それだったら仕事は多分いっぱいあるんだろうな、いっぱいあります、いっぱいあります。こう数十万とかっていう単位でなってくると、あなたこれが作れるからじゃあお願いしますっていう仕事ではないなとやっぱり思いますね、うん、だって結構そのお客さんと一緒に企画の部分から一緒に考えるじゃないですか。そうですね、絶対この動画がいいよとか見られるよとか考える、はいはい、そうですね。だから御社のこれだったらこういうテイストの方がいいと思いますとか、やっぱそういうコミュニケーションも発生しますね。
そこっすよね。なんかちょっと鼻につく人とか、皆さん周りにいると思うんですけど、なんかこう喋れるのは喋れるけど、はい、鼻につくみたいな人いるじゃないですか、はい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 、やっぱそれ気づけないですよね、自分で。ほんで大人になると言ってくれないし、はいはいはい、まあ、そうっすよね。そう、うん、そうそうそう、確か大人だったら言われないですよね。いや、言われないし、逆に叱られた時はケツの穴なんかキュッてなりますよね、はいはい、なりますね。なんかあのね、小さい時親に怒られたあの感覚というか、先生に怒られた時の気持ち。クライアントのとの打ち合わせでなんかこれちょっとみたいな話だけど、しかもその図星なんですよ。あで、やっぱり図星やからこそこうキュッてなるというか、はいはい、だって思ってなかったら何もならないし、はいはい、確かに確かに、これ疲れたら痛いなみたいな思っちゃう。そう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 、とか自分がちょっとサボってる部分をやっぱ言われたりすると、はいはいはい、ちょっと手抜いてる。ああ、やっぱそうだ、決定ありますね。じゃあ僕から、じゃあ多分皆さんが気になること、多分ね、どうやってそもそも仕事取ってる、多分そういう動画も出してると思うんですけど、どうやって仕事を取ってるのか、はい、その1本最高なんぼでしたっけ？最高、そうですね。300ちょいと。1本600万円、くにゃらら万円、まあ、3桁万円。はい、の仕事なんかまあその身近にないわけですよ。ないですね。僕はやっぱ学校やってるからすごい皆さん気持ち分かってて、そこのイメージが分かんないですよ。え、何をしてるの？メールを営業して飛び込み営業してるとか、なんかこう道に落ちてるわけでもないし、はいはいはい、え、どうしてるのみたいな、本当にこう心の底からの疑問やと思うんですよ、はい、そうっすよね。ちなみにそのじゃあ5万のやつはどういう風に撮っていたんですか？なんか僕本当に営業が、まあ、知っていただいてると思うんですけど、営業あんま得意じゃなくて、まあまあどこまで営業っていうかですけど、ね、まあまあまあどこまで営業っていうかですけど、うん、僕にとってはこれも営業じゃないんですけど、そう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 ね、これ見て仕事来るかもしれないってことですよね。まあ、あるんですけど、そのなんかメールをバーッと送ってとか、うん、電話してとか飛び込んでとかって全然できなくて、はい、あのメール営業とかいわゆるメール営業とかほぼやったことないんですけど、さっきチーム作るみたいな話あったじゃないですか、うんうんうん、チーム作るをその映像じゃなくてもうちょっと広げてやってるみたいなイメージで、今回 の, その大きい仕事っていうのはその採用のブランディング、会社の採用、あの人があのこの会社で働きたいと思ってもらうための施策なんですけど、それはその採用を支援している、まあ、知り合いの会社があって、うん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 、でそこがもともと受注をしていて、うん、じゃあホームページをリブランディングしましょうとか、こういう企画で人を呼び込みましょうみたいなやってる中で映像を作りたいってなって、うん、でそこでこう映像が発生したら一緒にやろうみたいな話を。どういう知り合いやったんですか？もともとはあの前々職の同期ですね。前々職の同期、で結構これもなんか不思議だなと思ったのが、まあめっちゃ仲良かったわけじゃないんですよ、うん、別に面識もあるし、うん、会ったらようぐらいの感じやけど、部署も全然違うし、全然話したことがあるわけじゃないものの、なんかまあそこから4年5年ぐらい経って、僕がすぐ辞めちゃって1年ぐらいで辞めて、そしたら向こうが3年か2年ぐらい前に起業して、で僕が映像を始めてってなったら、あれなんか今一緒に仕事できんじゃないみたいな感じ、向こうから連絡来て。それは鳥越さんのなんか見てたってことですか？あ、僕がやっぱ Facebook とかでわーわー言ってたんで。大事です。でそれ見て、でその友達の会社からなんかちょっと一緒にやれるかもみたいな相談を結構1年2年ぐらいも1回もらって、なるほどなるほど。でそこから何回か一緒に仕事したりとかして、で今回行った感じですね。その方は、企業さんの採用を手助けするような会社をされてるんですね。そうです。でそこでこう今度この会社採用を助けるんだけど動画がいるねんっていう形で来たってことですか？そうですね。でなんかあのそっちの会社からしても、じゃあ動画もやりましょうっていう提案ができたら、要はあのセルアップになるじゃないですか、単価が上がるんで。そうですね。あのそっちにもメリットがあるし、その会社からしたら別に映像作れる人はいないんで、うん、あの普通だったら映像ってサービスメニューにないんですけど、映像も作れますよって僕がやることによってサービスメニュー1個増えるみたいな、お互いウィンウィンだねみたいな。そういう、本当にこれ今めちゃくちゃいいお話で、だから相手を稼がせる役目に回るっていうのが大事です。確かに確かに、そうですね。意外と多分見てる人って映像ってなんか自分たちの会社の例えばプロモーション動画を作ってほしいから鳥越さんに頼みますみたいなイメージしか多分ないと思うんですけど、意外とそっちって少なくて、そういう作りたいって思ってる会社さんを、だから代理店さん間に一社入ってるところに我々営業行ったりするんですよ。
極端な話で映像制作会社さんに営業行って下請けで仕事もらうみたいなのが一番取りやすいです。直接取引することってあんまないですよね。そうですね、多分なんか、まあ、僕の場合個人なんで規模感もちょっとちっちゃい仕事もあるんで、うんうん、そういう場合だと直っていうのもあるはあるんですけど、うんうん、でも今年1年とかやっぱ金額のウエイトの大部分はやっぱ間に一社、その入り方の形は様々ですけど、もう完全に僕が業務委託でこの企画のものを作ってくださいっていうパターンもあれば、あのじゃあ映像の部分は全部まるっとお願いねっていうパターンもあるんですけど、うんうん、なんかそういう感じで何か入ってることは多いですね、うん。だからもう直接企業動画を作りたいと思っている企業さんとつながるのはやっぱ難しいので、そういう企業さんと知り合いがいっぱいおる会社さんとつながるのがやっぱ大事です、ね、そうですね。豊洋さんでいうと採用プロモーションの会社とかですよね。そうですね、かな超有益有用コンテンツなんで確かに。でもなんか振り返っていくと、僕一番最初ってそのミュージックビデオを作るから始めたんですけど、確かにその時もそのまあ友達の仲いいミュージシャンが、まあミュージシャンのキャリアも長くなって結構アーティストの支援とかをやるようになったんですよ。まあ自分でもレーベル持って配信の手伝いをしたりとかイベント手伝いしたりとかってなったら、その人のところにあの MV 作りたいんですけど誰に頼んでいいですかって話がめっちゃ来るようになって、でそしたらもうそれ来たらあのそいつは僕に振ることができる、仲いいやつでやれるやついるからっていうので、結構最初そこ経由で結構仕事もらったんですよ。その形ですよね。そうですね、バンドを一個一個当たっていくんじゃなくて、そのバンドを束ねてる人がいるわけです。そうですね、つながりあの、うん、コネクションが多い人みたいな、うん、なんか自分が一番コネクション多くなれたら一番いいですけど、なかなか難しいんで、なかなか難しいですしね。コネクション多い人とコネクションするみたいな、うん、もしくはコネクション多い会社とコネクションするみたいな、うんうん、まあでもそれはでもフリーランスの方がお仕事まず所定で取りやすいっていうか、うん、いいと思いますし、うん、継続的な発注になる。だってその人が、まあ、言うたら代わりに営業してくれるわけじゃないですか。そうですね、あとは自分は技術アップに努めれるだけなので、あと、まあ、結構運がいいみたいなところも結構あったんですけど、別のなんか制作会社さんの外注の仕事とかでも、まあ、制作会社さんのまあクライアントがいて制作会社に発注が来て、で僕に制作メールが来るじゃないですか。でそれがなんかすごい気に入ってもらえて、その作ったものアウトプットが気に入ってもらえて、でずっとこう継続で、じゃあ次ここお願いします、次ここお願いしますみたいな、がこの制作会社さんに継続で依頼が来るようになって、で一回やってるん でちょっとニッチな業界の映像というか、まあ、商品のプロモーションとかだったりしたんで、もう一回入ってるやつに頼みたいっていうのは、そこに関しては全部こうやっぱ僕を通るように頼まれるようになって、でまあ、先方の人とも仲良くなる、そのクライアントのクライアントとも仲良くなるしみたいなんで、なるほどですね、結構1本20万円ぐらいの仕事を2、3ヶ月に1回ぐらいやらせてもらうみたいな。多分とはいえ、まあ、営業先は分かったと、はい、とそんな急に見ず知らずの人です、なんていうの、意外と友達だったとはいえ、はいはい、20万で頼むってならないと思うんですよ。多分気になってはる人多いと思うんですよ。そこは何なんですか、その頼まれる友達の会社だとしても20万30万とか100万のお仕事頼むって、はい、なんかやっぱ布石がないとダメじゃないですか。まあそうっすよね。まずそもそも何からやるべきなんですか。あ、一番最初ですか。一番最初です。もうこれでもめっちゃなんか最近 それこそ僕もそのスクールにちょっとかましてもらったりとかしてて思うのと、あと今日まさにツイッターでも見てたんですけど、練習とか準備をずっとしてる人多いなと思ってて、ほうほうほう、なんか最初から本番でやれみたいな、今日ツイッターで見たんですよ、うん、なんか何だったかな、うんうん、その絵描きさんになりたいけど、うんうん、いざ描こうと思うと描くものがなくてみたいな質問に対して、あの本番を描くしかないみたいな、練習なんでするも練習何だったかな、もうとにかく描くしかない、本番しかないんだみたいな、うん、で確かにそれ真理やなと思ってて、みんな、まあ、もちろんスクールに来て学ぶのはすごいいいことやと思うんですけど、でずっとこう準備をして、結局じゃああなたのアウトプットって何なんですかって言われると、それがないみたいな人が多いなと思ってて、その辺鳥越さんどうしてたんですか。僕はもうあのもう撮るものがなければ、あの公園に行って、そうですね、公園撮ってました、公園撮ってました、公園撮ってました、公園をなんか PV っぽくしてました、ね、あ、そうですそうです、もうそれこそ僕が映像始めたのでコロナ禍が始まった瞬間だったんで、そうです、もう人に会うことも間もならなかったんで、もうカメラ持って公園行って、公園撮って、確かに確かに、でそれを編集してみたいな、そういうのを上げたりとかしてましたね。で多分結構言ってたんですよ、だから映像作りますみたいなのを SNS で言ってて、で当然最初からそんな数十万の仕事とか来ないですけど、
最初はなんかそのミュージックビデオとかで安く頼める人探しててみたいなのからやってって、でまあそしたらまあ実績がちっちゃいのがこう雪だるまみたいにちょっとこう大きくなっていってみたいな感じですかね。やっぱ仕事その取ってはる人って鳥越さんも含めやっぱりこう見せれる作品何かしらやっぱ持つっていうのは大事ですね。そうですね、そうですね。もうなんか本当に架空商品でもいいし、はい、行きつけのお店のプロモーションビデオも無料で作らせてもらって、はいはい、とにかく準備するみたいな。そうですね、大事です。なんかまあ多分僕はもともと多分作るのが好きなんで、うん、いい、まあ、できる方だったんだと思うんですけど、もう本当に何か出さないぐらいの感じでしたね。いやでも普通じゃないんですかそれは。違うんですかね。どうなんですかね。なんか本当になんかじゃあマイク買いましたっつってとりあえずマイクに向かって喋ってる動画ツイッターに上げてみたりとか、うんうんうん、いやでもねみんな完璧を求めてるんですよ。やっぱりこんな世の中に出せない。はい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 。なんかでもそこ多分最初って失うものないと思うんですよね。なんかすっごいクリエイターさんとかだったらしょっぽいの出したら何こいつってこのレベルなのってなるかもしれないですけど、別にまだ誰にも知られてないんで、うん、で意外となんか僕ちょっと かじってる人からしたらクオリティ低いって思うものでも全然やっぱすげえって知らない人だったら思われてするんで。なんかねホリエモンさんが言ってたんですけど、はい、こう、ま、カメラマンさんで頼んだけど上がってきたものがピンと合ってなかった。聞きました見ました見ました。でもその人はめちゃくちゃ仕事集まるんですよ。技術としてはそんなにも、はい、なぜかというと現場で子供のあやす子供向けの写真撮るのが上手七五三とか、はいはいはい、子供と抜群になるから、はいはいはい、もう多少の技術よりもそっちで頼まれるみたいな、はいはいはい、結局なんか企業さんってすごい営業してって納品したり思うけどやっぱり基本そんな動画の素人さんなので、まあ そうですよね、そんなにこう差が分かんないというか、はいはいはい、というよりも人付き合いの感じとか、はいはい、納品のスピード感とか、はい、そっちの方が大事やなっていうのは。そうですね。なんか一緒に仕事してて気持ちよく思ってもらえるみたいな、そっちの方がむちゃくちゃ重要視されてるし、そういう人の方が稼いでます、ね。はい、確かにそうだと思います。なんか職人的な人ってすごい僕は尊敬するしいいなと思うんですけど、うんうんうん、まあ、稼ぐという、ね、方向性でいくとやっぱそのこの人に頼みたいっていう何かを持ってるみたいな、なんか確かに大事だな、うん、僕も多分若干そっちなんですよね。なんかその、うん、キャラというか、うん、なんか YouTube やってるとかもすごい良くて、まあ、クライアントさん見てくれるんですよ、ね、話すきっかけになりますよね。話すきっかけになってなんか確かに槙尾さん動画見ましたよみたいなのを言ってもらえたりとかもあったり、あとミュージックビデオ作ってるみたいなのもなんかミュージシャンからしたらそんなにレアではないんですけど、その企業さんとかからしたらミュージックビデオ作ってる人ってめっちゃクリエイティブなんじゃねみたいな。ああなるほどっすね。なるほどなるほどな。でなんかじゃあ企業さんのインタビューとミュージックビデオで、ミュージックビデオの方がめちゃめちゃ多分映像としてはかっこいいと思うんですけど、うんうんうん、撮る難易度どっちもですかって言ったら ないんですよね。別に違うジャンルなんで、うんうん、別にミュージックビデオの方がなんか地味なインタビューの動画より気楽な部分とかもいっぱいあって、なんでなんかどっちがすごいとかじゃないと思うんですけど、でもやっぱ企業さんとかから見たらそういうの作ってるってなんかすごいなって思ってもらえたりとか、ね、だからミュージックビデオってさ、鳥越さんの作ってるミュージックビデオとかさ結構なんか難しそうじゃないですか。なんかこうエフェクトかかったり音に合わせたりパンパンパンパカーンってこう行ったり行ったりするけど、一方インタビューってもう正直カメラ置いてテロップ入れる編集するだけじゃないですか、はいはいはい、でもお金で言うとインタビューの方がもらえるじゃないですか。全然もらえますね。これがね不思議なところなんですよ、はいはいはい、映像業界の。いやまあでもなんか大事なところです、はいはい、結局稼げる人って予算のある人たちとどれだけ仕事できてるかって。そうですね。なんかそっちはちゃんとこうお金を落とす価値があると思ってる人たちが仕事をこう出してるので、でも技術的には MV の方がめちゃくちゃ技術使われてるやつ。まあまあまあ使う技術はありますね。ね、なんかそこを大事やな、うん。だから技術だけじゃないよと言いたい。うん、なんかこれ別の動画で話したことなんですけど、
前もちょっと話したかもしれないですけど、結構有名な CM とかを作ってる人と最近仲良くさせてもらって話してて、でそれこそ僕がその会社さんの採用のブランディングでインタビューとかしてる動画とかをこんなん最近作ったんですみたいな話をした時に、なんかそういう、まあ、会社さんの紹介ビデオみたいなのとか最近頼まれるんやと、でやれる頼める人がいなくてみたいな、もしかしたらお願いするかもしれないですみたいなおっしゃってて、でも絶対クリエイター周りにいっぱいいるはずじゃないですか、そんな監督さんなんで、で聞いたんですよ、周りいないんですかみたいな、その多分バリバリやってる人いると思いますよね、いますよねみたいな話をしたら、いやでもじゃあそのインタビューでじゃあ完成の尺が何分で今話してる内容で編集したらちゃんとその尺に収まるかとか、求めてるものがこうちゃんと喋れてるかとか、これ編集で切ってちゃんとまとまるかとか、そこまで判断してディレクションとかできる人は正直全然いないみたいな。いや難しいですよ、難しいし、映像のスキルじゃない、映像のスキルじゃないしだから本当に皆さんの職場でお仕事できるって言われてる人は、はい、映像飛び込んでくれたら大丈夫です。確かにそんな気はします、うん、そのね、だからさっきもね、はい、CM のプランナーとつながってるんですけどとか言ってたじゃないですか、はいはいはい、いやどうつながんねんって話なんですよ。でも僕やってること本当単純で、それも普通になんかツイッターで見つけたんですよ。だからまあ僕の知り合いの人、まあ、最近知り合った人、なんか知り合いのデザイナーさんがフリーランス集めてなんかイベントやりましょうみたいな、なんかワーケーションしましょうみたいなところで知り合ったカメラマンの人がなんかツイッターでその人のやってるなんかコミュニティみたいなのとなんかやり取りしてたんですよ、ツイッター上で、リプライみたいなので、で見たらなんかそのクリエイター募集してますみたいなの書いてたんで、じゃあちょっと話聞いてみようかなみたいなところで普通にウェブフォームから応募したっていう感じです。だからその CM のプランナーさんがツイッターで募集出してたのに申し込んだ。あ、そうですね、そうですね。普通にウェブサイトにフォームがあって、アタックしてるわけですね。まあそういうのはしてます。そのウェブでフォームがあるやつとか、うん、今日もやってたんですけど、その動画でも話しましたけど、そのウォンテッドリー、求人のサイトのウォンテッドリーとかで業務委託とか出てるやつとかは話聞いてみたいっていうボタンを押してもらったりとかはしてますね。だから多分そのやり方みたいなのをみんな知りたいですよね。僕が正解なのかも分かんないですけど、僕も別に誰かにそれをやれって言われたわけじゃないんで、自分とか自分で探してるんですよね。そうですね、そうですね。これやり方ありそうだな、それできる人じゃないと無理やな、まあ、多分いつまで行ってもじゃあそのウォンテッドリーで一生仕事取り続けられるのかって言ったら絶対そんなことないので、うん、じゃあ次は何かっていうのは多分ずっと考え続けなきゃいけないのかなと、なんかもうそれ苦手な人とかもいるんだけど、そんなはしたくない、はい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 、そんなんは誰かにやってほしい、うん、っていうのがやっぱクラウドワークスとかさ、ダンサーズとかああいうマッチングサイトに集まってるんでしょうね、はい、そうですね。でもまあまあまあ多分今とっても増えてる気しません？その映像をやりたいですっていう人って、そんなことないですか？増えてますよね、めちゃくちゃ増えてます、増えてる気がしてて、だってコロナの時代だしリモートワークですから、うん、なんか僕もその動画編集のスクールって通うべきなのみたいな動画とかも出した時より伸びてるんですよ、今の方が見られてて。まあね、通うべきではありますよね。でもこれな、スクールによりますよ、ね、まあ、正直本当に雑なスクールもある、特に金額の安いところはビデオだけ見てやってねって、もうそれほぼ独学なので、はいはいはい、やっぱりちょっと根張ってもいいから、はいはい、がっつり指導してくれるところに行くべき、はい、結局それが時間費用対効果で、まあ、そうですよね。なんか結局別に無料でも学べる時代じゃないですか、です YouTube にコンテンツって、そうです、そこでお金払っていく意味って多分その自分がその受け身じゃなくて自分がアクティブになってそれに対して答えてくれる環境に行くみたいな。しかもスクール行く意味ってやっぱり一人じゃほぼ続かないですよ。ある意味その仲間がいたり、会社に行く会社に皆さんが出社する理由とか仕事する理由ってやっぱりね、いかんとダメやみたいな、はいはいはい、周りがやってるしみたいな、はいはいはい、結構あると思うんですよ、はい、そこに自分を環境を持っていくみたいな、大事です、はいはい、確かに確かに。僕もでもそう思ったらやっぱ周りいたじゃないですか、いたいたいた、三月さんとか、もう十何万とか稼いでるみたいな、そう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 、マジでみたいな、それって一人じゃ絶対出てくる、怖かったですからね、マジでって思いつつ、じゃあ頑張らなみたいな、そう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 、そこは独学じゃ絶対に入れないし、独学って難しいのが、自分の例えば作れたとしてもそれがいいのか悪いのかが確かに分かんないですよ。確かに
そうそうそう、フィードバックないですもんね。そうだから、まあ、学校そういうのをしっかりやってくれるフィードバックもらえる学校に行くか、うん、もう映像制作会社にバイトでもいいから行くことですね。まあ、結論やっぱ自分から動かないとダメって思うんですね。独学じゃまあまあ安めの仕事のやり方しか分かんないですよ。まあということだそうです。こんな俺生きて喋ってますけどまだダメダメなんで、いやいやいや、あの批判のコメントはお控えください。これなんかあの映像制作スクールの社長と話しましたみたいな感じでサムネ出していいですか。いいですよ。もうちょいちゃんと撮ればよかったら、じゃあもうちょいちゃんと撮りましょう。じゃあまたじゃあまあまた改めて、いやがっつり多分興味ある人多いんじゃないですか。そうですよね。なんかじゃあこれあの高評価とか多かったら、そうですね、やりましょうまた、うん、なのでぜひいいねとか押しててください。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。めっちゃ喋っちゃった。